はい、こんにちは、文豪です。今日の文豪のコレクション取って出しは、こちら、はい。昨日に引き続きですね、まぁ、ちょっとね、乗り物型文房具の話なんですけれども、昨日紹介したね、このミッドフィールダーのですね、この車ありました。あ、そう、昨日の話ちょっとだけ補足です。これね、見せたらですね、まあ、B1 によく似てるって話がいっぱい出てきたんですけども、日産の車によく似てるよということなんですけども、明らかに意識して作られたと思われます。で、これですね、実は B1 のノベルティとしても使われているので、どっちが先かわかんないですね。B1 のノベルティとして作られたのが市販されたのか、それとも市販されているものが、B1 のによく似ているというか、まあ、似せて作ったので、それがそのままモデル、ね、ノベルティとして使われたのかよくわかりませんが、まあね、当時の事情、まだちょっとね、そこまでは、終えてませんけど、またそういうのが分かればね、お知らせしたいなと思いますが、こんな感じになってますというところなんですけど、これ実はですね、同じね、サンリオのミッドフィールダーのシリーズです。なので、ここのところを見ていただくとですね、ここにですね、ミッドフィールダーっていうですね、ロゴが入っていますよということでですね、これ全く同じ、シリーズです。で、これもですね、僕ね、箱なくてですね、本体だけで手に入れたので、まあちょっとね、詳しく分かんないところもあります。なんですけれども、ねえ、これで文具セットだっていうね、文具セットをね、こんな細っちいね、自転車で作ろうと思ったところがまずすごいなと思うんですけれども。あ、ちなみにこのね、下のある台ですね。この台はですね、台もなかったので、多分ね、買った時にはなんかあるんだと思うんですけれども、飾り台ね。あるはずなんですけれども、まあ、ついてなかったので、自分でレーザーカッターで切って作りました。こんな感じですね。まあ、こういうのね、自分でね、自作してちょこちょこ作れると、まあ、こういうものはですね、飾ったりするのにちょうどいいよっていう話です。で、はい。まずはね、この、まあ、ね、どこが文房具なのかなんですけども、まあ、あからさまに怪しいのは前輪ですよね。前輪のところにはなんかいっぱいね、メモリやらなんやらがついております。で、これなんですけれども、こっちから見ます。表裏ね、それぞれね、機能が別なんですけれども、こっちから見るとですね、実は、ここのね、タイヤのところにですね、実は、こっからですね、0から始まって、5、10、15、20っていう、25、30ってなってて、30で一周してます。実はこのタイヤはですね、一周30センチの定規なんですね。定規の、まあ、物差しなんですね。ということでですね、これはですね、こうやって走らせると、はい、これでですね、どれだけ進んだかが分かるっていうですね。まあ、これを使えばですね、こうやってコロ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 って転がしていくとですね、この線が何センチあるか測れるっていうことになってます。まあ、まあ、超絶測りにくいと、後ろはですね、またちょっと後ろでね、ガラガラ言ってるのもちょっとあれですけども、そんな風になってます。はい。ということで、片側はですね、走らせると距離が分かるね、メモリになっておりますよということで、もういきなりですけれども、それどうなのっていう感じになってます。で、次の機能を使おうと思ったら、まずこれを外さないといけないんですね。よいしょ。はい。前輪を外します。外すと、まあまあ、こんな感じになってるわけですけれども、ここに穴が開いていて、なんかね、指を突っ込んでこうやってパカってやるとですね、外れます。はい。中から出てきたのが、テンプレートですね。このテンプレートは、ね、1ミリから10ミリまでの間の、直径のね、丸が書けるようになっています。ね。ということで、このままで。これはまあいい。じゃあ、こっちがですね、前縁の分度器になっていますよということでですね、こう360度0から始まってですね、ここにね、0度から始まってですね、ここで90度で、180度で270度で360度ってことですね。これはですね、まあ、置いて使うんですよね。こうやって使う、前縁の分度器なんで、まあ、一周ね、どの角度でも測れるようになっていますよというものです。で、これがね、ちょっとね、ごめんなさい、わかんないんだけど、ここに変なね、凹みがあるんだよ、ここに。こっちとこっちに凹みがあります。で、この凹みの意味がよくわかんなくて、なんだろうと思ってたら、ぴったりはまるものがここにありました。これ。これなんですけども、ペダルの部分です。このペダルの部分がですね、クランクが、このペダルがね、こうやってあってですね、本体についてるわけですけど、このクランクの部分がですね、ちょうどこの形になっていて、これね、はめるとね、こうなるんだよね。カシカシっとはめるとですね、なぜかここにぴったりはまるんですけども、いや、はまるけど、これなんでしょう、持ちやすいのかな。
これちょっとわかりません。ちょっと何に使えるのか全然わからないので、もし、どなたかこれが使い方がわかる人がいたらですね、教えてください。ということで、この分度器ですね。ということで、まあ、前輪は長さが測れる物差しと、ね、回転する、メジャーですね。と、あとはですね、テンプレートと、あと、なんだか謎の取っ手がついている、分度器になってます。はい。で、あとですね、まあ、これなんですけれども、後輪の部分ね。後輪の部分は、ここがですね、まあ、こうやって丸い穴が開いていますけれども、これね、スライドさせるようになってます。後輪はね、外れないんですね。外さないで使う感じですね。これをグググと回します。よいしょ。グリ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 と。はい。はい、こうやって回すとですね、中から、ほら、ダブルクリップ出てきます。はい、ここダブルクリップね。で、まあ、小物入れなわけですね、ここが。はい。で、さらに回すとですね、安全ピンですね。安全ピン文具かって話なんですけど、さらに回します。ガラ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 。はい。さらに回すとですね、ゼムクリップ出てきました。ということでですね、ここはクリップ類が入っている風になってますよ。ということでですね、まあ、後輪はそんな感じで物入れです。はい。です。まあ、ここはいいや。はい。で、あとはですね、じゃあ何があんのって言ったらですね、ここですね、ここ。ほら、ボトルがついてますよね。ドリンクボトルがね、2本もついてるんですけど、この人はね、運動中にも水分をちゃんと取ろうという感じですけれども、これが、あーし、あちあち、はい。これですね、ボトルですけれども、ボトルのところにですね、ボール、ここだ、ここだ、ここだ、はい。ボールペンって書いてあります。プラックって書いてあるので、これがですね、こうやってやるとですね、中から、黒のボールペンが出てきますよと。ミッドフィールダーって書いてあるドリンクボトル。はい。こっちがボールペン黒。そして、こちら、はい。開けるとですね、こちらですね、ボールペン赤になってます。ボールペンレッドって書いてあるので、まあ、これボールペン赤です。で、あとね、この二つはね、まあ、ドリンクボトルなわけですよ。なので、まあ、ちょっとね、このね、お給与ですけども、こっちにももう一個ついてます。これ何かっていうとですね、この形的には多分これね、空気入れですよね。自転車の空気入れです。空気入れの形で、ここでポンプでですね、手でこうやって入れて、はい。っていうやつですけど、押すと中から芯が出てくるので、シャーペンです。ね。これはでもね、まあ、ポンプのこの動く仕組みと、シャーペンをかけている感じなので、まあ、これはね、シャレとしてはいいと思います。なので、ここがね、3つ。はい。ボールペンが2色と、あとシャーペンがついてますよ。ということですね。あと、もうこれでないのかと思ったら、サドルを持ち上げるとなんかこうなります。サドルの部分はですね、こんな風になってるんですけど、おそらくこれ、ノギスだと思うんだな。まあ、中にこう、なんか物を挟んで、まあ、こういうのの直径を測りたいとかいう時に、こうやってですね、測る用の、こうやって挟む用のですね、こう、ここがですね、まあ、ノギスになってると思うんですが、メモリついてないんだよね、これ。なので、これはね、挟めるけど、まあ、直径はわかんないっていうところでですね、いや、これシールとか貼ってたのかなとも思うんだけど、こうやってね、ここね、隙間がほとんどないので、このね、下のところにはまってるところに隙間がほとんどないので、これシールでもないなと思うとですね、これどうやって物を測るつもりなのかよくわからないのギスっぽいものがあります。ただ挟むだけだったら、これは道具としてもちょっとな、ね、何に使うかわかんないので、ということでですね、まあ、ここはそんな感じですね。のギスもどきみたいなのがついてます。あとはですね、ここです。はい、ハンドルのところのですね、ブレーキのね、レバーがついてますけど、このレバーはですね、ギュッてやるとですね、ここにちょっとだけほら、ギザギザ開くのわかりますか？ギュッて握るとですね、ギザギザが開くので、実はここメモ立てになってます。なので、伝言メモみたいなものをですね、ここに立てておくことができるよ、という風になっております。ということでですね、まあ、なんかね、こうやって見ると、超かっこいいはかっこいいんですけれどもね、なんか、すごい、やっぱり置物としてよくできている。サンリオすごいよね。何に向けて作ったのかはよくわからないのですが、よいしょ。で、これでですね、はい、まあ、足をつけるわけですけども、別に回したからといって後ろと連動してるわけではないですね。はい、こんな感じです。なんですけれどもね、なんかかっこいいですよね。後ろはだって、しかも、ね、ディスクホイールになってるので、なかなかですね、空気抵抗を考えている、ね、こういう自転車っていうことでですね、なんかかっこいいのですが、で、またこのね、分度器とかをつけるときに、本体のね、フロントアームがね、折れそうで怖いっていうですね、なかなかちょっとですね、気を使うタイプのコレクションになっております。はい。
このね、分度器の謎が何に使うのか全然わからないんですけれども、そんな風になっています。あとね、ノギスがメモリついてなくてどうやって使うんだ問題はありますけれども、こんなものになってますが、なかなかちょっとね、まあね、最近はこんなもん作らないだろうなっていう、昔はこういうお遊びで物が作れた時代が、幸せな時代があったなぁと思うわけですが、まあミッドフィルダーね、2個目です。ということでですね、まあ B1 と比べてもですね、この車と比べてもかなりでかいんですけれども、ね。でも結構ね、インテリア性は高いと思うんだよね。なので、これなんかね、置物として悪くねえなあというふうに思います。ということで、今日はこういうコレクションのお話でした。まあね、ちょっとね、もうね、出したいものが山ほどあるので、こんな日が続く時もありますが、ミッドフィルダーまだまだ面白いところがあります。以上です。